士装具はアイテムウィンドウから選択して使用できます。
麻痺してしまったようですね。ここはしびれが取れるのを待ちましょう。
大きな素材は両手で運搬します。キャンプの支給品ボックスに納品しましょう。卵を持っている間は卵好きのモンスターや生みの親に狙われやすいですよ。
このクエストはモンスターの捕獲が目的です。討伐は失敗となりますので注意してください。捕獲に必要な支給品が届いています。特に捕獲用麻酔玉は必須中の必須。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。成功すると剥ぎ取りはできませんが、報酬は普段よりも多くもらえますよ。
やあ。お疲れ様です。よろしく。頑張ろうぜ。
で十分に麻酔が回るまで捕獲よ。準備できてるわ。